へー、どうだい、みんなで試食会やってます。シャチリン元気です。イエーイ。あげ、なんだって、あげみ、あげみ沢。はい、皆さんちょっとこれ YouTube 登場しますからね、よろしく。はい、ラーメンです。いただきます。じゃあこれですよ。もうね、パンチが効きすぎてね、こんな感じになっちゃいました。5月からシャチリン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、また来た、ラーメンですね。ありがとうございます。来た来た来た。ちょっとね、これいきますよ。すげー。よーし、このニンニクがいたずらだよね。素晴らしい。どうですかこれ、最高です。行きましょう。よし、いただきます。辛麺リニューアル後、このラーメンが皆さんに届きますからね。これか、今店長が気合い入れて作ってるような辛麺です。麺は少し太くなって、前回の麺よりも固めに茹で上げてます。で、どうだろうな、どんな感じがブラッシュアップしたかっていうと、結構動物の旨味を強くしました。で、ネギも入ります。前回ニラだけだったんですけど、今回あのネギ入れた方が美味しいと思ったんで、ネギも入れてます。では、いただきます。店長、お召しください。食べてください。そういうのやってないです。いや、それでしないです。これ、はい、辛くて熱々だからね、これは急いで食べれないです、ね、食べますよ。あ、大丈夫、もうお腹いっぱいですか。今日はあの研修会なんで、みんな集まってますよ。いや、これ店長、はい、こっちの方がいいと思うんだけど、俺そっちで行きます、うん、そっちで行きます、うん、でもそっちで、あ、これ以上行っちゃダメ、あのみんなにバレちゃうから。所内でお願いします。所内で内緒です。内緒社長です。あ、データ社長、イケメン社長。もうちょっとでイケメンの社長。もうちょっとで。飛んだ。これ頑張っていくな。うわ、この濃厚なスープ分かりますかね、これ。何笑ってるの、はい、なんか隣でスタッフが笑ってるんだけど、なんかおかしいかな、これ。失礼しました。いや、これだと思うけど。それでいきます、うん、このバランスがちょうどいいけど、はい、うんうん、はい、これまあ、普通の5倍、5倍じゃないや、何倍だったっけ。5倍です。5倍、はい、辛さ、これが一応一般的な辛さ増しのマックス、爆シャチっていうぶっ飛んだやつの手前、5辛いきます。こんなの、
わこれはねこれは辛い。ただねちょっとあの背脂とかこのマイルドな卵とじで辛いだけじゃないね、やっぱ旨味もすごい追いかけてくるんで、うまいけど超激辛。スープいってみますね。あ、うまっ。いや、辛っ。いや、俺これちょっと無理かも。カレーめっちゃ汗かいてきた。あー、でもうまい。あれだ、あのペヤングの極激辛だったっけ。ありますね。いや、あれ食ったんですけど、これ同じぐらい辛いんじゃないかな。あれ、逆にそんな辛いんだ。いや、むちゃくちゃ辛い。どうですか。いや、どうだろう、もう辛すぎてわかんない。あ、唇痛い。うわ店長ごめん、ギブアップ。ギブアップで。ギブアップ、すいません。ギブアップ無理。辛さってやっぱ辛いものが好きな人にはね、絶対に俺たちが理解できないくらい辛いやつって絶対大事だと思うじゃないですか。で俺はもう5辛でもうはっきり言ってもう無理。俺はもう5辛でも無理。でもあれぐらいがうま辛くて、まあ、普通の人はあれぐらいが多分限界だと思う。普通の人食べれないって。5辛は食べれないって。結構強いもんすか。いやだって俺まあまあだからペヤングのあの極激辛 あれ一応生卵とマヨネーズ思いっきりかけてごまかして食い切ったけど、もうお腹痛くて大変だったもん。強いね。僕もそれぐらいのレベルです。あ、はい、あ、いけるんだ。いけます。いけます。だから同じぐらいで。そうですね。でも多分俺5辛自分でチャレンジしないだろう。めっちゃ辛いもん。だから辛いのが好きな人は5辛を美味しく食べれると思うんだけど、ちょっと辛いのいけるぜチャレンジだと5辛厳しいかも。なんでもう僕たちには分からない世界なんで、まあまあ俺のねこの2人か分かんないってダメだよ。いや辛いもう本当ね、まあまあ、あのね本当すごい人はすごいと思うんで、そうね、だからその挑戦系っていうのをちょっと用意しましょうか。ああ、なるほど。5辛の上に、はい、まあもともとあったマグマとかバックシャチとか、いややっぱねラスボスがあった方がいいよね。ラスボスに行くためにはまず5辛をやっつけて、そうですね、次にチャレンジできる。そう、あの我々のそうそうそう、これ食ってみろかのラスボスが必要だと思う。ああ、そこの辛さで舐められたら辛って名乗っちゃダメだと思うんだよね。辛麺。そう辛麺なのに余裕で食えちゃった。そう、食えちゃったみたいな。それ一番我々としてはね、腹、うん、おられるじゃん。あ、まあ、そこはちょっと尖りたいよね。そうね。で、まあ、基本的にはうま辛く食えて、で、もうじゃあ挑戦したい人だけいますよみたいな感じでいきましょうか。はい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 。そうだね。そうだね。なんであの、あれギネスに乗ったとある。ああ、まあ、キャロライナリーパー。キャロライナリーパー。ちょっと言いにくいんだけど。キャロライナリーパーを使います。キャロライナなんとか、はい、リーパー。あ、入手しましたんで。あ、おお。それを使います。あ、それはどの辺から登場するんですか。まあこまではもう普通のキャロライナで。バクシャチから行きましょう。バクシャチから。だから5からの次はバクシャチ。キャロライナリーパーはラスボスで用意したけど。はい、その裏ボスでちょっと見せれんけど、こういうのも用意してもらってるから。そう、これあの爪楊枝つけて、あの丼にちょっとつけるだけで、もうあのこれ航空内の通貨全部いかれるから。うわ、こういうのも用意してるよっていう。ちなみにこれキャロライナリーパーはこれです。これキャロライナリーパーって書いてあるでしょ。あ、ありがとう。これバックシャチはこれを使います。バックシャチこれ使います。でバックシャチの上、メニューにない、ものが、ここがこれ。ああ、危ない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 、
めっちゃ爆写真みたいなやつは、さっきのピヤンってやつが、そうそうそう、ピヤンってやつが入るんだ。爪楊枝ちょっと入ってくる。そんなに辛い。それで全然違う。大円盤爆写真って名前しましょう。大円盤爆写真。まあなんからしいです。なんかいろいろごちゃ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 言っちゃったんだけど、まあ5からまでが普通にチャレンジができて、ね、5から以上は5からを食べたい人がチャレンジできる。すごいことになってきましたけどね。もうなんか僕はあの味付けはプロデュースしましたけど、辛さはちょっとお任せします。あの確実に辛くても美味しいようにはしてやります。よろしくお願いしますね。じゃあ今日はこんな感じで失礼します。